FM Music. FM Osaka. 85.1. FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。FM Osaka. みんなで作るラジオ。ファンタスティックレディオ。こんばんは、ファンタスティックスのパフォーマー木村圭人とボーカル柳生です。今週のファナジオはこの二人でお届けしなきゃいけないみたいです。おい、なんで言えそうなんだよ。いや、11月に入ったということでファンラジ7年目突入ですよ。7年目、早いですね。いや、どんぐらい早いと思う？速さ的には1年ぐらい。ウサインボルトぐらいだろお前。早いね。早いよな。早い早い。そんなめでたい日にですね、こうぴったりな豆知識をですね、ケイトにお願いしたいと思うんですけど、準備はよろしいでしょうか？大丈夫です。もちろん準備してるよね。はい、いけるよね。はい、準備してますよ。準備してるよ、はい、OK、 じゃあ行ってみようか。じゃあ三択クイズ式です。三択クイズ式。はいはい。日本で一番最初にラーメンを食べた人は、うん、1、坂本龍馬、おう、2、徳川光圀、うん、3、夏目漱石。果たしてどなたでしょうか？そうだね、もう俺は1と3番しかちょっと存じ上げないので、はい、やっぱ坂本龍馬さんかな。おお、いいですね、いい線いってます、うん、ファイナルアンサー？ファイナルアンサー、はい、ブブあのさ、いい線いってますって、お前 1,2,3 しかないんだから、お前間違ってたら別にいい線もいってないのよ。しかもいい線いったらもうそれが正解なのよ。そうか、2です、答えは2回ほんで2回そう、知らない人ですね、ゆうせいくんが。誰だっけ、板垣大輔。違います、ややこしくなるんで。徳川光圀ですね。徳川光圀さん、はい、はい、そうですね、徳川光圀さんは水戸黄門としても知られる人物でして、はい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 、17世紀末から18世紀初頭にかけて活躍した人物なんですけど、うん、この人がラーメンを一番最初に日本で食べた人らしいです。へえ、そうなんだ、はい、どういった経緯でラーメンを食べたんだろうね。この方はですね、当時日本ではまだ珍しかった中華風の麺料理を食べたらしくて、うんうん、じゃあラーメンではないってこと？そうだね、多分まだその時にラーメンは日本にないんで、多分ってことは、じゃあ日本で一番最初にラーメン食べてないよね。いいの、そんな詳しくは。ラーメンっぽいやつ食べた。でもラーメンっぽいやつってラーメンじゃないじゃん。まあ確かにね。電話しときますわ、光圀さんに。ちょっと本当にちょっと言っといて。はい、言っときます、もう。そうそう、嘘ですよね。そうちょっと言っときますわ、うん、はい、で、まあ、次までに本当は誰がラーメンを最初に食べたのかどうかをちょっと、ね、はい、言います。調べてもらって、その時ファンラジでよろしくお願いします。はい、はい、そんな今日のファンラジは普通メールの回です。ファンタジスタの皆さんからのメールに今週もたくさん答えていきます、はい、ということで僕たちファンタスティックスとファンタジスタのみんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ、今週もスタートです。FM 大阪、みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオちょっと入っちゃったじゃん。お前さ、誰がお前の水分飲むゴケってことASMR ね。ASMR をお届けしましたが、さあそれでは早速ファンタジスタの皆さんから届いた質メールを紹介していきたいなと思います。はい、じゃあゆうせいくんからお願いします。はい、わかりました。ですね。はい。ファンタジスタネームオレンジ怪獣さん。はい。ファンタスティックスの皆さん、こんにちパンダ。あおもうパンダガオ言わない。最近動物の遭遇率が高い私です。はい、夜運転していたら目の前をアライグマが2匹横切ったり、大雨の日車に乗ろうとしたら車の下に猫が雨宿りしていたり、かわいい。まだありますが割愛。皆さんはこの頃動物と遭遇しましたか？もしよろしければ教えてください。遭遇ね。遭遇情報ですか？そう、動物との、まあ俺は結構あるんですよ実は。僕もありますよね、今日とかも、うん、帽子かぶった変な動物と遭遇して。それわしやないかい変な動物って。そう、なんかすごい変な動物で、僕本当にリアルでありますよ。何やった？今年家族とグランピング行った時に、うん、確か千葉だったかな、結構 山の方に行ったんですよ。いいね。そうで、その時に、うん、シカちゃんがいました。シカちゃん、シカ、へえ。で猿もいました。どこ行ったんだっけ？千葉かな。千葉か、うん、千葉にシカいんの？いる。結構山の方だったんで、やっぱグランピング施設ってその山の方じゃないですか、あるの、うんうん、だからそこでシカと猿いて、うん、逆に俺はないからちょっと遭遇してみたいですね。じゃあ今度行きましょう、一緒に行こうか。うん、ね、その時に遭遇できたいですね。いいですね。はい、じゃあ続いてファンタジスタネーム青丸さん。青丸さん、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。
9月から始まった仮面ライダーガム。いやだから単絡んでました。絡んでね。絡んでないか。すいません。止めんなよ。ごめんなさい。ごめんなさい。って。9月から始まった仮面ライダーガブ、毎週楽しみに子供と見ています、はい、もうすぐ6歳になる息子は今まで仮面ライダーを見たことがなかったのですが、うん、ファンタが主題歌を歌うので一緒に見ようと言ったら、うん、お菓子大好き息子がすっかりハマっていました、うん、しかも主人公と息子の名前が同じなのもすごい嬉しくて思い出深い仮面ライダーになりそうです。これで保育園最後のお遊戯会もファンタの曲が選ばれたらいいなと願っています。いい、ね、ファンタの皆さんは小学校に入る前の思い出ありますか。小学校に入る前の思い出をちょっとね、記憶がないんだよな俺。そうなんですよね、僕もないんですよ小学校前って。ないよね。まあでもなんだろうな、でも仮面ライダーそれこそ、うん、はめっちゃ見てたなって。僕だとファイズ、うん、ファイズか、仮面ライダーファイズとか、うんね、レンジャーもらうとアバレンジャーとか、アバレンジャーね、そういうのを見てたんですけど、その時の記憶は残ってます。あの、あ、変身してた。あ、俺もしてたわ。そう、龍騎だったね俺の時は。あ、龍騎ね。とかアギトとか。アギトも知ってます。知ってる。はい、そこの世代だったから。でもやっぱ、うん、仮面ライダーってそう考えたらすごいよな。すごいっすよ、覚えてるもんね、うん、そう、その主題歌を僕たちがね、うん、担当させていただいてますけど。いや、すごいことですよこれは本当に、うん、だからね、その息子くんもきっと僕らぐらいの年齢になったら、うん、どの世代だったってなった時にガブ見てたって言うんだもんね。いや、それ嬉しいですね。嬉しいよね。だからそれの頃に僕たちもどうなってるのか、うん、ちょっと個人的にもね楽しみだし、はい、ちょっとねその時もバリバリに活躍してたですね。いや、頑張りましょう。頑張りましょう。はい、はい、じゃあ続いて、続いてファンタジスタネームさくらさん。はい、この方は鹿児島県の方ですね。はい、ファンタスティックスの皆さんこんばんは。こんばんは。私は鹿児島のファンタローなのですが、ファンタの皆さんが思う鹿児島といえばこれっていうものは何ですか。何でしょう。鹿児島といえば、鹿児島といえば結構悪くない。うん、ありますよ。パッてないのなんか出てくるの。サウナ。鹿児島でサウナ。鹿児島に有名なサウナがあるんですよ。サウナってだからすごい鹿児島の有名なサウナ大好きな人みたいなってそれサウナ。うん、だから伸ばさないで。確かにサウナ、はいはい、があって、うん、レイヤ君があの行ってみたいって言ってました。言ってた。レイヤ君番組やってるじゃないですか。やってたね。やってたか。カゴピタでしょ。そうそう、やってたし俺も何回か出たことあるんだよ、うん、でやっぱ鹿児島行った時にそのご飯もさ、ファンタシックスの全員で行った時もさ、黒豚のなんか鍋みたいなの食べさせてもらった。黒豚か。そう、 そうだそうだ。黒豚、あとは、まあ、それこそ芋焼酎もすごい有名だし、ね、お酒も。あとはね、やっぱ最後ね、セゴドン。最後はつ森。あつ森じゃない。あつ森。最後高森。はいはい、はい、高森。鹿児島か。うん。あれあれだよ。最後高森が連れてる犬の名前を知ってる？あれセゴドンでしょ？は？あれセゴドンじゃないの？セゴドン？違うからお前。最後高森の犬がセゴドンじゃない？ちげえよお前。違うんだ。そのなんかもう飼い主とその飼ってる犬で、あと何々どうみたいな感じないから。え、じゃあマジで当てに行っていいですか？マジで当てに行っていい？最後高森でしょ？そう。最後どんと？最後どんと。西郷丼とイントネーション西郷丼ね。あ、西郷丼ってなんかお前西郷さんすごい丼みたいな。西郷丼、ね、西郷丼でしょ。西郷丼じゃないから、だからだからそっからちょっと連想させてんの。うん、恥丼。いや違う、あの西郷丼何も関係ないから。あ、何も関係ないんだお前マジで言ってんの。答えは、え、八甲でしょ。やばっす、渋谷の街ずっと待ってる犬や。え、とこ中堅八甲じゃないの。え、あれ違うよお前。え、だからあれ西郷隆盛待ってんじゃないの。違うわ。え、違うの。待ちすぎだよ。あ、違う、あいつ何。あれは知らんよ。八甲なわけないやん。東京だし。え、だから離れ離れになってるでしょ鹿児島と東京で。で、離れ離れになっちゃって。あ、そうなの。で、映画にもなったじゃん。ちょっと。ハチーって。わかるわけ、俺突っ込めないってこれ。はい、あの、正解はね。八甲は全く関係ないそうですよ。そう、なんかあれだって、本当の名前は、ツンでしたね。ツン。ツンでした。わかるわけがないじゃないですか。わかんないよ。全然西郷隆盛さんと関係ないし。はい、はい、じゃあありがとうございました。ラスト1個。ラスト1個かな。はい、じゃあいきますぜ。はい、ファンタジスタネームセアカテ佐藤さん。セアカテか、セアカテ、セアカテ、セアカテ工藤みたいになってるって。いきますよ。
ファンターの皆さんこんにちは。先日の稲妻ロックフェス最高でした。フェスで見るファンタスティックスはかますぞという気迫が感じられる。ちょっと入ってます？うん。フェスでのファンタスティックスはかますぞという気迫が感じられるし、メンバーみんな本当に楽しそうなのが見ていてわかります。はい、楽しいですね。フェスで映える曲も増えました。皆さんフェス飯は何か食べましたか？それこそフェス飯めっちゃ食ったよね。はい、ここで行きましたよね、フェス飯。そう、最初にケイトと2人で、うん、もうまだオープンもうちょっとするちょい前ぐらいに行って、はい、なんか2人でなんかその目の前で待ってるからかわいそうだから入れてくれて、いや本当に先にブワーって食べたんですけど、はい、あそこのさローストビーフとかも食べたじゃん。食べましたね。でどれもうまかったよね。そのうなぎのおにぎりとか焼きおにぎりっぽいの、焼きそばね、ホルモン焼きそばもあったね。でそれでさ、バーガーも美味しかったしな。あのローストビーフがうますぎて、はいはい、普通にちょっとネット注文しようと思ってる。あるんですか？あるあるある。あるのよ。まあそれも普通にもともとそのローストビーフでできてるやつもあればお肉も売ってる。あ、そうなんすか？そう、めっちゃいい肉が売ってる。買ってみよう。だからその名前がさ、こう喋りたかったんだけど今ど忘れしちゃって、なんだっけな。じゃあまたなんか、ね、後ほど収録ブログとかでさ、はい、本当に届いたら見せます。お願いします。はい、はい、ですかね。またフェス出たいね。出たいね。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ということでたくさん召喚し、はい、召喚遊戯王か。何召喚してんだよお前。ということで、はい、たくさん紹介していきましたけど、はい、はい、たくさんのメッセージありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではここで1曲お届けしたいと思います。はい、それでは、皆さん聴いてください。仮面ライダーガムの主題歌になっているこの曲、ファンタシックスでガッドブ。 FM 大阪みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。FM 大阪からファンタスティックスの木村圭人と八木さんがお送りしています。みんなで作るラジオ、ファンタスティックレディオ。後半も引き続きファンタジストの皆さんから届いた2つ目をご紹介していただきたい。やっぺポーションパン。ああ、ファンタジストの皆さんから届いた2つ目をご紹介していきたいと思います。はい、ファンタジスタネーム横さん。横さん、季節の変わり目だからでしょうか、または仕事で疲れが取れないせいでしょうか、ある日携帯でニュースを見ていたところ、リカちゃんかけるファンタスティックスの文字が、あのリカちゃんとコラボだと、と興奮してクリックしたところ、可愛らしいフランフランでした。ああ、歳は取りたくないとゆっくり手から携帯を離しました。ファンタスティックスの皆さんは見間違いなどありますか？ありますよ、見間違い。ある。てか大丈夫かな、疲れてんのかな。ね、心配だね。心配だね。あんまり無理せずゆっくり休んでください。大丈夫かな。で、で、なんだっけ、勘違いか。そう、見間違いね。見間違いね。ああ、ありますよ。でも俺は、もうそれこそあるよ。木村圭人。うんうん、俺じゃん。そう。うん、これ、読み間違えたことある。なんて？え、木村拓哉さん。そうだから。どう間違えた？でも木村だけに先行しすぎて、はいはい、後の文字をぼやっと見ちゃったの。ああ、そういうことですね。そう、で、普通にさ、圭人となんか仕事があった時とかにさ、バッて見た時に木村圭人って書いてあるじゃん。うん、木村拓哉さんって書いてあった。って見間違えたことがあるの。そう。で、これもね、別に最近とかじゃなくて結構前なのよ。はいはい。で、それは、シンプルにもう誰にも言ってないけど、なんかこういう見間違い普通にあるんだなと思った。ああ、うん、私間違えてますね。うん、だいぶ間違えてる。もうね、天と地の差があるから、やっぱり。俺ね、見間違いと呼び間違いはありますよ。ああ。それこそ今日移動してくるときに、ゆうせいくんのことを、そうたって言ったし。何でですかね、あれは。これもう、あれよ。同じ。ケイちゃんもやっぱりそう、ヨコさんと。確かに確かに、ヨコさんと同じ。うん、大丈夫？ナチュラル間違えましたもんね。うん、休んでないでしょ。休めてないよね。いや、休んでますよ。休んでんの？うん。どんぐらい休んでる？1時2時間は1時2時間ぐらい。1、2時間は休んでますよ。1、2時間ぐらい休めてる。はい、そっか。移動も寝てましたしね、ちゃんと。そっかそっか、はい、まあ、確かにね。うん、じゃあなんで言い間違いするの？多分直近でソータに会ってたんじゃないですか、前日とか。ああ、だからか。はい、でも俺もあと、うん、ケトソタで、うん、そのミニさんの表紙を飾ったんですよ。ああ、そうだそうだ。そのストーリーをいじってたら、うん、あ、それケソタが残ってて、その流れっすね。あ、でもそういうのあるよね。そう、その流れで多分ユージックをソータくんって言って、ソータくんとも言ってないけど。じゃあ続いて僕、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。続いて僕いきます。はい、こっからちょっと冷静にいきます。僕も冷静にいこうか。テンション上げすぎてるわね。そう、気合い入れすぎてるんで、ちょっと。え、いいんだよ。テンション上がることはめっちゃいいことなんだけど、うん、なんか、俺らが空回りしちゃってるよね。そうだね。ファンタの皆さん、すいません。すいません。ここから落ち着いて、ラジオをお届けするんで、安心してください。はい。ファンタジスタネーム、ホリパカーズマリンさん。はい。皆さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、皆さんは最近努力が実ったなと感じる出来事はありますか？
努力が実った、はい、ある？ゆうせくありそうじゃないですか。あー、まあ、でもなんだろうな、まあ、それこそやっぱさ、まあ、個人とかでもそうだけど、うん、グループごとでもさ、そのなんだろう、ファンタの曲としてその俳優業ともどっちも両立してるんだけど、両立精通してることなんだけど、その主題歌、うんうん、自分が初めてこう単独とかで主演を務める作品にファンタの曲で主題歌を務めることができたらいいなって思ったの、はいはい、まあ、一つのこう目標というか。いや、そうですよね。そう、まあ、役者やり始めた時からそれは思ってはいたんだけど、うんうん、まあ、今回 の、 その矢野くんの普通の日々っていう映画でようやくそれが叶ったから、イエローイエローね。そう、イエローイエロー。いや、すごい嬉しかった な、 ね、そう、不思議な気持ちになったね、うん、だからね、そのケイトもやっぱこうお芝居やってるわけじゃん、はい、でこれでやっぱケイトが座長を務めてる作品で、はい、そのファンタの楽曲 の、 その主題歌決まったら、まずそのケイトもうわってなる。いや、マジで嬉しいと思いますね。だその曲めっちゃなんか思い出になんない、うん、メモリアルソングになるやん。そうですね。そう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 、いや、それを流星くん、ソータが歌ってくれるのを楽しみにしてるんで、僕も、うん、僕も頑張りますわ、ね、俺も頑張ります。はい、はい、なんかいいね、いいね、いいですね。なんかいい質問でした、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いて、ちょっと冷静にいくね。そう、冷静にいかないと。やっぱファンタジストネーム、冷静じゃないっす。ありがとう。ケイト君に質問です。まだ食べてる？つい最近 SNS で載せていたケイト君がどうしても食べたくなって食べていたパンオショコラ、定期的に食べたいのが来るって言ってましたが、パン以外に最近ハマっている定期的に食べたいものシリーズがあれば教えてください。落ち着いて、落ち着いて。パン以外に最近ハマっている定期的に食べたいものシリーズがあれば教えてください。はい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 、ありますよ。何？定期的に食べたいもの。何を？あのね、うん、あれっすよ。ないんかい。あるあるあるんだけど、名前がポテト。あ、まあカヌレですね。カヌレね。はい、やっぱ甘いものって普段あんま食べないんですけど。あ、まあまあ、ケイちゃん気をつけてるもんね、はい、でパンオショコラもたまにしか食べないんですよ、うん、でそれをねこの前食べてブログに載せた時に、うん、多分そのこあブログってあれか SNS か、うん、うまいよな。あれマジでうまいっす。うまいよな。でカヌレもうまいよな。カヌレ大好き。ケイとカヌレ好きだよね。はい。なんかさ、カヌレってさ、もうカヌレにしかないよね、あの食感とさ。いや、ないっすよ、甘さとか。うん、なんか甘さもさ、なんかさ、もう本当にチョコぐらい分かりやすいじゃん、もう味。そうですね。もうカヌレやんみたいな、うん。だからやっぱそれってやっぱすごいと思うんだよね、俺は。うん、それぐらいやっぱこう、一つのこう、食べ物としてさ、なんていうの、ビッグネームという感じ。うん、さ、なんか、強いじゃん、インパクトが。そうですね。そう。だからちょっと、カヌレはでも俺でもやっぱ食べたくなる時あるわ。マジっすか？うん、わ、嬉しい。カヌレとか、あとやっぱね、そのご飯系もやっぱその食べたくなる時あるよね。ラーメンもそうだし、ラーメンもありますね。パスタもそうだし、そう、結果ね、そう、じゃあ背徳感あるものは全部美味しいんですよ。うまいよ、食べたくなっちゃうのよ。そうだよね、わかります。はい、かなですね。さあ皆さん、たくさんたくさんメール送っていただきありがとうございました。ありがとうございました。 FM 大阪ビジネスクラジオファンタスティックレディオ、 FM 大阪からファンタスティックスの木村ケイトと野牛生がお送りしてきました、みんなで作るラジオファンタスティックレディオ、エンディングのお時間となりました。いやー、今回もね、とても聞きやすいラジオになりましたね。どこがね。やばいぞケイト、感覚取り戻してからやばいですね。焦ってます。7年目こうやってこんなに長くやらせていただいて、はい、お前は何も成長しないなと。いや本当に俺らはやばいですよ。思わせてしまってるかもしれないじゃないです か、うん、なんかやっぱね、あの混ぜちゃいけないものってあると思うんです。僕あのやっぱり大輝くんだったりとかがいて、まあ、世界さんだったりとか、うん、その今でこ そ、 そのなっちゃんもそうだし、ソータもそうだし、うんうん、レイヤくんちょっと微妙だけど、レイヤくん、そうだと夏希くんとかもね、うん、やっぱそういう人は割とちゃんとしてるやない。そうそう、俺らもちゃんとしてるんだけど、してるけど、なんか何かをこう物事を進めていくのってやっぱ彼らできるじゃん、うん、僕らやっぱさ、あのな、天性のやっぱこう、ね、あのなんて言うんだろうな、分かるよ、天性のこう表現者だから、うん、感覚だから、段取りとかじゃないじゃん、うん、それ今を生きてるからさ。そう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 、だからそういう人とそういう人を組み合わせるとこういう感じになっちゃうんですよって。そうそう、だからボケが2人いたらね、そうなるもんね。そうそうそう、だからツッコミがいないとさ、セゴドのことも突っ込めないじゃん。そうだから、そうここにもう一人なんかそうとかピョコンっていったらさ、うん、なあさーってなるじゃん。確かに。だからなんかね、でもこういうのが好きな人もきっとファンタロの皆さんの中にはね、ユセケと好きな人多いですよ多分ね、いるんですよね、うん、ほんと。いやでもね、楽しかったですね。でもそう、楽しいんだよね、はい、楽しい。そう、わかる。あっという間です、もう終わっちゃったからね。
はい、ということで番組ではファンタジスタの皆さんからのメールもお待ちしています、はい、あと何待ってんだよメールが採用された方には番組オリジナルステッカーをプレゼント、はい、そして番組にメールを送ってくださった方の中から抽選で5名の方にファンラジオリジナルマスキングテープをプレゼントします。そしてファンタスティックスからのお知らせですが、ファンタスティックスが担当している現在放送中の仮面ライダーガブの主題歌ガットブーストが発売中です。11月15日金曜日に全国公開となる八木雄星単独初主演映画矢野くんの普通の日々主題歌に新曲イエローイエローが起用されていますので、皆さんどちらともチェックしてください。また日本初のショートドラマアプリユニリールで配信される日本テレビオリジナル企画の最後の授業生き残った者だけが卒業が今月リリース予定です。そちらも皆さんお楽しみに。そしてファンファンファンタスティックスシーズン4と連動したライブステージバックトゥザメモリーズパート4が開催中です。続いてはいよいよファイナル、11月9日土曜日、11月10日日曜日、東京ガーデンシアターにて開催です。その他メンバーここでもいろんな活動をしていますので、今後の予定に関して詳しくはエグザイルトライブ前の中にあるファンタスティックスのページをチェックしてください。ということで今夜はファンタスティックスでダークマターを聞きながらお別れです。 FM 大阪からみんなで作るラジオファンタスティックレディオ、この時間のお相手はファンタスティックスのパフォーマー木村圭人と八木雄星でした。バイバーイ顔真っ赤やん。